こんにちは皆さん。 Google マップご利用いただいていると思うんですけども、 Google マップにはですね、そのマップを作るのに協力する仕組みっていうのがあるんですよね。私もそれを随分長い間やってるんですけども、今回ですね、ローカルガイドっていう認定をレベル7にいただいてるんですよ。ローカルガイドっていうのはいわゆるですね、口コミを投稿したり写真をいろんなところに埋め込んだりするとローカルガイドっていうものが与えられて、レベルが 1,2,3 と上がっていくんですけども、私もねこれ10年ぐらいかかってレベル7に来てるんですよね。でこのレベル7になるとこういうふうな招待が届きます。コネクトライブ2020にお申し込みくださいって書いてますよね。これベイエリアで開催されるコネクトクラブのご案内になりますけども、こう読みますね。レベル7に達しているローカルガイドの方は私ですね、今年5回目となるこのグローバルイベントにお申し込みいただけます。当選された方を10月11日から14日にカリフォルニアベイエリアにある Google のキャンパスへご招待いたします。旅費は全額 Google が負担いたします。いいですね。コネクトライブ2020はローカルガイドのグローバルのコミュニティの功績を称え、世界中から選ばれた200名のローカルガイドが Google マップについて学び探求し、フィードバックを提供できるイベントです。期限は3月30日となりますので、お早めに申し込みくださいということで、私はこれにね申し込めるんですよ。いやーすごい、今すぐ申し込みをしちゃうぞ。もうへーいいですね。コネクトライブ2020、うん、これねしっかり読んで参加してみようかと思いますね。あと26日と20時間56分55秒の間に申し込んでくださいってことですね。アプライナウですね。いやこれねカリフォルニアでしょ。さっきの見てみましょうか。カリフォルニアベイエリアにある Google のキャンパスで Google に行けますよ私。しかも旅費全額 Google 負担、ただですよ。いやこれは行かないとダメですよ。何日ぐらいの予定なんだろう。10月11日から14日ですね。これは行くな。行ってきます。ありがとうございます。